マリル・ルーシー・ヘナーはアメリカ合衆国の女優、イリノイ州シカゴ出身。車のセールスマンだった父、ジョープ・ドロースキーとダンスインストラクターだった母、ロレッタ・ヘナーの間に6人兄弟の3番目として生まれた。父や兄弟は商売上の目的から、後に名字をヘナーに変えている。幼少期はシカゴ北部にあるローガンスクエアで育った。 母は、ザ・ナショナル・アソシエーション・オブ・ダンス・アンフィリエイケット、アーツの会長を務めながら自らも、ダンススクールを20年間運営しており、ヘナーは2歳の時にその初級クラスへ入った。1971年、シカゴ大学在学中にミュージカル、グリースのプレ・ブロードウェイ公演で、マーティ役を務めて、本格的に女優の道を歩み始める。ブロードウェイのミュージカルは、オーバー・ヒア。 パル・ジョイ、ソーシャル・セキュリティ、シカゴ、ザ・テール・オブ・ザ・ラージスト、エス・ワイフといった舞台に出演している。1977年に、ビトウィーン・ザ・ラインズで、初めて映画に出演し、当時はまだ売り出し中だったジェフ・ゴールド・ブラム、リンゼ・クローズ、ジョン・ハード、ジル・アイ・ケンベリーらと共演。レギュラー出演していた、シット・コム・タクシーが、出世作となって、 ゴールデングローブ賞テレビ部門の助演女優賞5年連続ノミネートを受けるが、いずれも受賞は逃した。その後は、映画、暗黒街の人気者マシンガンジョニー、カーテンコールただいま舞台は、戦闘状態、タクシーで共演していたアンディカウフマンの電気映画、マン、オンザムーンなどの作品に出演している。その他著作活動も行っており、ダイエットや健康についての書籍を、 これまでに8つ出版している。ありがとうございます。